日本東京都北区赤羽台赤羽台は東京都北区の町名。現行行政地名は赤羽台1丁目から赤羽台4丁目。住居表示実施済み区域。郵便番号は1115-0053。東京都北区の北西部に位置する。北で赤羽北、東で赤羽、南で赤羽西、西で切り毛球と、それぞれ接する。 北区北部を流れる新菓市川の貸子団球場に一致しており、町域の北部と南部とで高低差がある。東平を JR の鉄道路線が南北に走り、赤羽台3.4丁目付近で、宇都宮線、高崎線、京浜東北線と埼京線、上越新幹線、東北新幹線の路線が分岐している。南部の赤羽台1.2丁目には、 日本住宅公団が建設した赤羽大団地や財務省職員住宅、東京北医療センターなどの大規模施設が設置されている。かつての赤羽村の一部分であり、1871年11月に浦和県から東京府に編入された。町村制によって岩淵町の一部となった後、東京市大地区の一部となった。 2017年12月1日現在の世帯数と人口は以下の通りである。区立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。町域内に鉄道駅は存在しないが、徒歩利用可能県に複数の駅がある。ありがとうございます。